はい。どうも皆さん、こんばんは。もうしんです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イースタリアム、XRP、ビットコインキャッシュ、マティック、アトム。今日は6通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の1月の16日月曜日。今が17時54分を回ったところですえ。今日の仮想通貨市場はちょっと今のところ高止まりな状況。ビットコインも2700ドル付近になりました。え今日1時21000超えていたんですけど、ちょっと調整されてますね。先週1週間もずっとね、上昇を続けてきた仮想通貨市場なんですけれども、まあ、今週もその上昇を継続できる かどうか僕なりの見解を述べていきたいと思っています。え、それから今日のですね、ニュースの方では、かなり著名な暗号資産の投資企業であるビットワイズっていうところがですね、今年どうなるかっていう予測をしています。ある法則みたいなものを述べているところもありますので、そのあたり皆さんと一緒に見ていければなというふうに思います。このチャンネルでは毎日仮想通貨のタイムリーな情報とえテクニカル分析配信しております。仮想通貨認知度を普及させるために皆さんの応援が必要です。ぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨資料の動向を見ていきたいと思います。はい今日の仮 通貨市場ですけどビットコインが272万、イーサが20万ということで、ついにイーサがですね、20万の大台を突破してきました。ビットコインも272万まで上がってきましたからね、えー、市場としては結構底堅い動きになったというふうに思います。まあ、この上昇の要因なんかも今日ニュ,ニュースでね、出ていますので、この辺りもね、見ていきたいと思います。それでは今日の株式市場の動向を見ていきたいと思うんですが、今日の日経平均は1.14%のダウンですね、25,822円で終えたということですね。 前週末のアメリカの株式市場は上げていたんですがこのところ続いている円高ですねこれが要因したということが言われています日銀の金融政策決定会合が17と18日にあります発表に関しては1月の18日の水曜日だとまこれを受けて円高が進んでいて輸出関連株を中心に売りが広がったということですねまあちょっと様子見ムードもね広がるかなというところで言われていますはいこの円高がまた続いていくのかどうなのかちょっとねあのドル円もね今日は見ていきたいと思います 持っていますはい、じゃあここから仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思うんですがまずは、えー、直近の大きな上昇ですね、これはショートのスクイーズだということを、まあ、連日お伝えしてきましたが、えー、そういったデータもですね、オンチェーンで出ているようですね、えー、クリプトショート生産は18ヶ月のピークに達したということで今回の上昇による空売りの生産、ですね、ショート税の生産は2021年の7月以来の最高水準に達したということで、まあ、多くのですね、ショート税がドスカットされたということが言われています。 やはり直近の相場を見て、もう一段下がるだろうっていう風に見込んでいた投資家が非常に多かったということもね、え裏返しであるんじゃないかなと思いますが、え直近の OI のですね、状況を見ていくと、これ、バイナンスのビットコイン USDT の A 級先物ですね。はい。その OI を見てみると、直近で OI がぐーっとこう下がってきてるんですね。一方で価格直近のところは特にですけど、逆相関して価格は一気に上昇したと。これは何が起きてるかというと、ショート税の生産がバーッと続いたことによって、市場の未決済縦局のボリューム自体がまあ下がってるんです っ,ていったとととといいいううここでで逆相関の形になっているということですね、まあ、ただ過去の相場見てもこういった短期のトレーダーで爆発的に急上昇した相場っていうのはずっと一本でまあ上に上がっていくことっていうのはまあ基本的にはなくてやっぱり堅実な調整を挟みながら徐々にですね上がっていくどこかで今理確されて調整されるフェーズっていうのは必ず来ると僕は思ってますのでえここでねあまり熱くならないように冷静にね相場を見ていかないといけないかなと思っています、まあ、そんな中今日のですね 回復ではなくユー型になるんじゃないかっていう予想をえ仮想通貨の投資企業ですねビットワイズが述べていますえビットワイズは11日投資家向けの書簡で2023年の仮想通貨市場に関する重大予測を発表したということですねでその中でもまあ今年のビットコインがですねユー回復するんじゃないかっていう一つの理由がまあこれまでのビットコインのサイクルいわゆるまあ半減期の4年に1回のサイクルですねこれによってまあ上がっていくんじゃないかということを言っていますこれビットコインのですね年ごとのリターンなんですけど。 も半減期の2年後に関してはもうここまで3回連続でですねマイナスパーセントになっているんですね一方でそれ以外の年っていうのは全部一応プラスで終わっているというのがこれまでのビットコインの歴史なわけですよねその中で2022年に関しては過去とまあ同じぐらいですよね65%のマイナスリターンという風になっていますここから行くと次の3年間に関しては過去の傾向を見るとまあプラスですよねで2024年が半減期だとするとだいたい半減期がこのねこの列なんですけど それより1年前からもうすで、に上昇を開始してていいるっていうののが過去の歴史なんでですよねで半減期を迎えて、半減期を迎えた翌年に関しても上昇が止まらないっていうのが、これまでのアロマリとして意識されているポイントですよね。まあそういったところからすると、今年はまあ、あの、徐々にですね、回復していくっていうことが、え、見込まれるんじゃないかということが言われています。あと今後ですね、イーサリアムが、まあ、シャーディングっていう技術が入って、スケーラビリティが、まあ、拡に向上する可能性があるっていうことをね、え、今市場は期待しているわけですけれども、まずシャーディングより前に 目先でね、えー、アップグレードがあるのがいわゆる上海アップグレードですよね。ここで大きなポイントとしてはステーキングされるイーサの量が50%以上増加すると、えー、市場ではまいろんな見方がされていて現状ステーキングされたイーサに関してはロックされているんですけどそれが全部引き出し可能になる解除されるんですね。ということは、えー、それを売ってくるんじゃないかっていう風に見ている人たちもいるんですけども逆にそのロックされるっていうハードルが取っ払われることによってめちゃくちゃステーキングする人たちが増えるんじゃないかと、えー、そうなってくるとまあ市場に供給される イーサの量は少なくなくりますので価格は上がってい、くんんじじゃゃななないいいいかかとと、えー、デフレにるうことも言われています、はい、その他の要因に関してもね、こちら出ていますので、もし興味のある方は今ね、画面を止めて、えー、見ていただければと思うんですが、まあ、ちょっと面白いのはここですよね。仮想通貨と株式の性の相関は急低下するということで、0.5を下回るんじゃないかっていう風な予想もされています。まあ、これまでのね、えー、4年間のサイクルを見ても強気になる可能性があるっていうことは一つ言えますし、またこの状況の中で世界のですね、不況、これも まで金融引き締めをやってきたことに対するま影響ですよね経済への影響っていうのが今年どんどん出ていくんじゃないかということも言われていますよねそうなってくると株価上がらないじゃあ仮想通貨の方に資金を回そうという動きが出なくもないまあ、そういった中で相関関係が低下すると非常にこれはですねポジティブに動いていく可能性もありますのでこの辺りの相関関係もねしっかり追っていきたいなという風うに思っています一方今の上昇に対して懐疑的な意見を述べる方もいます今日のえっとコインテレグラフのニュースではビットコイン底打ち ままだ確確認ででいいでききててていないいいいいなななとと信1万2000ドルのの下落の可能性があるんじゃないかっていうことを言っているニュースもあります、まあ、これもただのね予想なんですけど、一応まあその根拠としては、ビットコインのセンチメントがまあ下がっていってるよっていうことを指摘しているんですけれども、ただもう一つね注意しておかないといけないところがこの中で述べられているんですけども、今ですね、ビットコインのファンティングレートが爆上がりしているんですね。まあ、ファンティングレート、資金調達率っていうのは、デリバティブのプラットフォームの中でロングとショートポジションのバランスを取るために採用されていると。 もしショート税がですね、多くなれば資金調達率はマイナスになると。ショートしているトレーダーは、えー、ポジションの一部でロングのトレーダーに保証を支払わないといけない。手数料を支払わないといけないということで、えー、それでまあバラダランスを取るという仕組みなんですけれども、今ファンディングレートがですね、プラスにすごく上昇してるんですね。で、過去の相場見ていくと、ここまでファンディングレートがプラスにですね、触れた時っていうのは、大概その後、大きなですね、調整に見舞われるということを言ってるんですね。確かに、この2021年の相場でも、 回、えー、回ででですすすねねここの辺ままかかななりり高いいンディングレートになったことがありますけれども4回ぐらいですか、ねはい、その後、ほとんどの相場でですね、急落が起きているということを考えると、今の相場、安易にですね、やっぱり乗っていかない方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ正直思うところかなと思っています。やはりここはですね、相場、冷静に、ね、見ていかないといけないかなと思うんですが、まあここから次に調整が入るところですよね、これがかなり注目のポイントになってくるかなと思っていて、えー、その辺りはね、テクニカルでお話ししていきたいと思います。ということで、今の状況っていうのは、まあく 大ききくねえ価格が下がが下っっていっててていい底打ちして一気に短期トレーダーダ増えてきたっていう風な状況ですよねえこの状況、まあ一応、ホドルウェーブで見ていくと、まあ今こんな感じの状況なんですよね。ちょっとやっぱり短期筋、この赤色に近づくにつれて、まあ短期の売買、まあ短い期間しかビットコインがホールドされてないということですね。で、上に関しては長期間ホールドされている、まあ全体を100とした時の割合なんですけれども、過去のやっぱりブルースオーバー見ても、大体この短期税がですね、ガーッとこう盛り上がってくるところから、 価格は一気に上がっていくっていう風な動きがですね、もう何回も見られています。ただその総量というかね、短期トレーダーが盛り上がる量としてはだんだんこう下がってきてるんですよね。これはもちろん逆に言うと長期の保有者が増えてきているので、短期の割合は減ってきていると、まあそういう風なま関係性になっているわけですよね。はい、そこから言っても今のこの立ち上がりですよね。これは結構信頼できるものになる可能性はあるんじゃないかという風うに思っていまして、ここからま短期のトレーダーがですね、どんどん入ってくるかどうかっていうところですね。はい、そのあたりが今後 ドルウェーブとしても注目していくべきポイントなんじゃないかなと思っています。で最後に板の状況を確認していきたいと思います。はい今のビットコインですね圧倒的に買い手の方が熱くなっています。やっぱり押し目買いをですね狙っている人たちが多いということが一応現れていますよね。えー、一応押し目買いとして注目されているのは2万ドル明らかに2万ドルのところまで買い手熱くなってますし、その一つ下ですねえー、っと1万9700ドルとかもまあ大きな買い手が入っています。一方売り板に関してはかなりま薄くなってはいるんですが一応1万1千あ2万1千 200付近、まあ、直近直けたまあ最高値ぐらいのところですねここでまあ一応売り板が少し厚くなっているかなっていう風な印象、まあ、もう少し見ていくと2万1500ぐらいまで厚くなっているかなっていう風な印象ですねこういった外部環境を踏まえて今日の総分析入っていきたいと思います、はい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います今のビットコインが2万793ドルということで、まあ、ものすごい、ね、上昇を見せたわけですけれども、まあ、今週に入っていってです、ね、ちょっと調整ムードになっているかなっていう風な印象ですね、まあ、一応冷やしのあれ 実際に感じま8。7とかまで上がっていて、えー、過去見ていってもこの高値のところですね。だいたいこの87付近で反転されているというところからすると、まああの一旦調整されてもおかしくないという状況なんじゃないかなと思っています。まあ、ただね,ですね。ビットコインの出来高はね。やはり直近と比べると明らかに上がっていったっていうところはありますので、ある程度こう信頼感のあるですね。上昇になったんじゃないかという風うに思っています。で、ビットコインの長期的な視野における相場転換がまあ、最初に意識されるポイントっていうのはやっぱり直近の高値ですよね。ここを超え なかななななないいいいとととかかそううう評価にならないということにらこるわけけですけれども、まあ、ちょうどこの直近高値2万1300200ぐらいのところなんですけど、まあ、ちょうどここで抵抗されたということでまっ、あ、た調整されてほしいなというか、まあ、調整される可能性が非常に高いチャートにはなっているんじゃないかなと思っていますもちろんこれを、ね、ぶち抜く可能性も,もちなくはないんですけど、まあ一旦ですね、やっぱりここで儲かっている人たちっていうのは直近高値を意識して一旦売打ってくるとそういう風な展開になることが予想されるんじゃないかなと思います。ただ戻ってきた 先っていうのはまだまだまま買いががくくなっててる可能性が予想されてえーまあ、1万9700っていうとこの 200MA とかこの辺りのラインですよね。はいそれから2万ドルはもう言わずもがなで意識されているポイントだということなので、本当にここから押してくる相場っていうのは、まあ、買っていきたい相場かなというふうに個人的には思っています。まあ、これで見ると、まあ、1万9700と言わずにですね、1万9000ぐらいまでもし戻ったとしても、全然これは強気相場の開始じゃないかなっていうふうに今のところね、思っています。もちろん、あの、さっきのまああの見解の通りですね、 えー、V 字で上がっていく相場っていうのは僕は考えにくいかなと思っているんですね。な、なぜかというと、この辺りでいろんなこう水平線とかいろんな思惑があって、いろんなラインが引けるんですが、そういったラインがまだまだ上にですね、乗っかっていると。えー、それからそのビットコインをガンガン買っていく理由っていうのが、取り残されたくない恐怖以外に今のところないっていうことですよね。アメリカの金融政策もまだ完全にね、先を見通せるような状況でもないですし、まあ仮想通貨市場においてもまだ懸念になるようなニュースも、まあ、いくつかね、残っている状況なので、そこまで早い、 一気にここまで上がるみたいな感じではないんじゃないかというふうに思っていますまあそれはちょっとわかんないですけどねはいただ今のところは短期的な調整が入る可能性があるのでそこはね絶好の会話になってくるんじゃないかというふうに今のところは思っていますまあそう思う背景としてはやっぱりドルがですね完全に売られ込んだというところも一つ大きいかなと思いますこれドルインデックスですけれども、まあ、直近ビットコインとですね完全にこう逆相関の動きでこれまで動いてきているわけですが直近まあドルがですね折り返してその辺りからビットコインが少しずつ底固めして上がっていってっていうふうなまあ逆相関の関係になっているんです でドルインデックスに関しても直近重要ラインであったこの辺10付103付近ですねここを明確に下に抜いて102.4というところまで下がってきてますやはりこうなると戻ったところは売られるこれはドル円も、ね、ほぼもうドルインデックスと同じようなチャートになっているんですけど、えーまあ、言っていた通りですねこの12点127円付近ここで一旦反発が入るということを先週お伝えしたかと思うんですが一応今のところそこで反発が入っているただし、えー、これはそこまで、ね、大きく続いていくということは僕はないんじゃないかなと思っていてやっぱり やっぱりこの131円行ったとしてもですねもう1回折り返してきてこの移動平均線たちのデッドクロスですねまあ、それも合わせて、えー、もう一段下に下がっていくということが予想されるんじゃないかなと思いますこの127をぶち抜くと次はですね123とか2とかその辺りまで下がる可能性は出てくるかなと思うんですが、まあ、いずれにしてもドル円に関しては下向きであるという風に個人的には予想しておりますはいそんな中イーサーに関しても同じような状況ですねこの三角持ち合いはぶち抜いたんですけど、えー、まあ直近では高止まりしているとただもう かなりねいいところまで上がりましたね今1540ということで非常に強い上昇を見せましたが、まあ、あの短期的にはですね日足の RSI 見ても変わりすぎまでいってますので一旦調整される可能性が出てくると思います、まあ、そこでやっぱりこの移動平均線の,であのゴールデンクロスですよねそれと三角持ち合いに抜けたこの高値の切り下げラインだったりとかあと水平線的にもですねこの1400付近の水平線ってかなり意識が集まるポイントだと僕は思うんですよね。はい、なののででこの辺りまで下がってきた まで下がるかどうかは別としてもやはりこの辺りまで下がってくればまあ、どんどんですね買っていこうかなという風に個人的にはね、えー、思っていますでイーサに関してはもちろんここを抜かれたとしてもやはり最終ですねこの1320とか30とかこの辺りまでもし下げ込まれたとしても僕は割と強気で見ていますはいこの辺でね下げ止まればまだまだですね長期的には逆三蔵の形成からの上昇っていうのが可能性ありますしやっぱり移動平均線、えー、ここのゴールデンクロスがあるということも考えると割とやっぱり下に関してはですね今強 期で見ていく方がいいんじゃないかというふうに思っています で、XRP、まだね、あのー、明確な方向感を出していませんけれども、ちょうどこの38セントから40セントの、えっと、水平線で,です、ね、止まってしまったという感じですね。はい、まだね、これどうなるかっていうのは分かりません。移動平均線も密集していますので、本当にこれ動く時期はですね、かなり近づいてきたんじゃないかなと思います。まあ、移動平均線完全にこう密集してくるのが大体この辺りっていうふうに考えると、まあ、2月の中旬とかですけれども、今一旦調整されてますが、その調整が終わり、例えば36セントぐらいで落ち着くのであれば、そこから移動平均線の コールデンクロス短期のですねはい、ここによってこの分厚いラインをぶち抜いていく可能性っていうのも見えてくるんじゃないかなと思いますまあ、こういう風になっていくと大きな目線での逆三尊っていうのも意識されて、えー、このネックラインを抜けたところから次のフェーズの46セントから50セント付近のこの辺りまでえ価格を一気に急上昇させるという動きもですね考えられるかなという風に思っていますそれからビットコインキャッシュに関しても直近すごい上昇でしたねこれによってえ移動平均線全部抜きました日足レベルでですねはい、で、えー、なおかつですねまあ、直近 高値ここのラインで一旦ね、えー、抵抗されたと、まあ、これ大きな目線で見ると、ダブルボトムのような形、えー、右肩上がりのダブルボトムのような形の中で、移動平均線も全部抜けましたと、で出来高も上がってきてます。ということを考えると、やはりこの押し目はです、ね、買われて、えー、やっぱり一段です、ね、上昇してくる可能性、大いにあるんじゃないかなというふうに思っています。やはり直近の明確な高値としては、ここですよね、155ドルということで、今が122ドルなので、まだ上に関してはです、ね、でいく分余力があって、ここまで上げるには いろんなまあハードルがあるとは思うんですけれどもやはりこの移動平均線との位置関係だったりとか直近、えー、出来高が上がっているとか、えー、長らく推移していたこの下落の平行チャンネルを超えたとか、まあ、そういったところを含めて買いは入ってきやすい状況になったんじゃないかというふうに思っておりますそれからマティックですねマティックに関してはこのボックスをね、えー、ずっと維持してきたわけですね去年の7月ぐらいからずっとこのボックスを維持してきたんですけれども、えー、直近でまあ急上昇して、まあ、このボックスの高値でなんとか止まったという感じですよねただボックスを 継続する中で日足レベルの移動平均線は密集して完全に横ばいになっていましたそこから全ての移動平均線をぶち抜いたことでいろんな移動平均線が完全に上向きになっているんですよねこの移動平均線が上向きになりつつある状況でのゴールデンクロスっていうのはやはり市場のトレーダー非常にね心強い存在となってサポートされる可能性っていうのは大いにあるんじゃないかというふうに思っていますまあ、この上のラインに関してはちょうど1ドルなんですよねだからまあ切り番としてもこれまで意識されているという状況なんですが今後の展開一旦ね調整され そこから買われる、まあ他の通貨と同じなんですけど、まあ、そういう風な予想をしています今、RSI 的にも、ね、反転してもいい水準まで上がってきてますトレンドの水準まで上がってきてますので、えー、一旦た、ね、軽い調整が起きてそこからまた買われるという相場が続くんじゃないかと思っています、えー、それからアトムに関しても非常に強い上昇を見せましたね直近では、えー、もうこの2022年の6月とかからですね続いているこういう大きな三角持ち合いの中で動いていて高値の切り下げラインずっとこう、えー、続いているんですがここでぴったりですね レジスタンされてししままいましたね、はい、あと水平線的にもこの13ドル付近っていうのはかなり意識されている、まあ、動向が確認されていましたのでここでの調整、まあ、これちゃんと調整起こった方が僕はあの新規の買いもですねちゃんと入ってきて健全な上昇につながると思っていますやはり短期のですね、えー、もうこの取り残されたくない恐怖で買った人たちっていうのは利格が早いんですよねこれはもうプロスペクト理論を考えても今出ているもう利益っていうのはすぐにでもつかみたいと、えー、大衆はそう思うはずですので一旦まあじゃあどこで利格するかっていうと、えー、この高の の切り下げだったりとかここの水平線だったりはやっぱり意識されるポイントになるんじゃないかと思いますでそこから一旦調整が起きてえそこからまあ中長期的な上昇を見込んでのロング勢たちも入ってくるという風うに考えると、えー、まあ、この辺り例えば11.2ドルとかねこの辺まで落ちてくると相当いいですね会話になってくるんじゃないかという風うに個人的には思っていますということで今日は6通貨とドル円の状況ですね見ていきましたまあ、今週に入ってからちょっと調整に入りそうな雰囲気はあるんですけどただね明確にまだ落ち始め 始めていないのでちょっと注視は必要ですよねまあ、いずれにしても今あの高止まりしているポイントを抜けたとしても早い展開で上る可能性はあるんですが結構な確率で戻ってくることが僕は多いと思ってますしっかり戻ってくる相場を買っていくとまあそういった意識をですね今の相場でも持たないといけないんじゃないかなという風に個人的には思っていますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました